皆さん、こんにちは。ミーサチャンネル、資格ハンター編です。開示代理士試験対策として、開示法令の条文を読み上げますので、試験勉強にご活用ください。昭和17年法律第151号。内公開運行法。目的。この法律は、 内航運送の円滑かつ的確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。定義。この法律において、内航運送とは、次に掲げる船舶、橋家を含む、以下同じ、意外の船舶による、 海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚げ港のいずれもが本邦内にあるものを言う。路海のみを持つて運転し、または主として路海を持つて運転する船。昭和15年法律第178号の漁船。この法律において、内航海運行とは、内航運送をする事業、次に掲げる事業を除く。 以下同じ、または内航運送のように供される船舶の貸し渡し、機関用用船を含み、主として昭和26年法律第161号に規定する港湾運送事業の運送をする事業を含むのように供される船舶の貸し都市を除く、以下単に船舶の貸し渡しというをする事業を言う。 昭和24年法律第187号に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業に規定する港湾運送事業第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業登録及び届け出相当数百トン以上または 長さ30メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。総トン数百トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満の者による内航海運業を営む者は事業開始の日から30日以内に国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 登録の申請。全条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。指名または、名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の指名。営業所の名称及び位置。使用する船舶の名称、選手。 相当数その他国土交通省令で定める事項。船舶の貸し渡しをする事業を営もうとするときは、その貸し渡しを受ける者の氏名または名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名。全閣号に掲げる者の,のほか、国土交通省令で定める事項。全校の申請書には、資金計画、 内航海運業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画を言う。以下同じ。船員排乗計画。内航海運業の的確な運営を確保するために必要な船員の排乗に関する計画を言う。以下同じ。その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。登録の実施。国土交通大臣は、 全条の規定による登録の申請があった場合においては、事情第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内公開運業者登録簿以下、登録簿というに登録しなければならない。全条第1項各号に掲げる事項。登録年月日及び登録番号。国土交通大臣は、 全校の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。国土交通大臣は、登録棒公衆の縦覧に供しなければならない。登録の拒否。国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 申請者が、この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から1年を経過しないものであるとき。申請者が第23条第1項の規定によりない公開運行の登録を取り消され、その取り消ししの日から1年を経過しないもの、当該登録を取り消されたものが法人である場合においては、 当該取消し史に関わる弔問の通知が到達した日、平成5年法律第88号の通知が到達した日により通知が到達したものとみなされた日を含むお言う全60日以内にその法人の役員いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権または支配力を有するものを含む第4号において同じであつたもので、当該取消し史の日から 一年を経過しないものを含むであるとき。申請者が申請前一年以内に内向民運業に関し不正な行為をしたものであるとき。申請者が法人である場合において、その役員が全3号のいずれかに該当するものであるとき。申請者が国土交通省令で定める相ン数または長さの船舶を有していないとき。 申請者が資金計画、船員排除計画その他の事項について、国土交通省令で定める基準に適合する事業計画を有していないとき、国土交通大臣は、全項の規定による登録の拒否をした場合においては、地帯なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。変更登録等。 第3条第1項の登録を受けた者以下、内航海運行者というは、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。前2条の規定は、 全校の変更登録について順用する。この場合において、第5条第1項中、次に掲げる事項とあるのは、変更に関わる事項と、前条第1項中、次の各号のいずれかとあるのは、第5号または第6号と読み替えるものとする。内公会運行者は、第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、 その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。国土交通大臣は、全校の規定による届け出を受理したときは、届け出があった事項を登録簿に登録しなければならない。第3条第2項の届け出をした者は、その届け出をした事項を変更したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 内航運送約款。内航海運業者、船舶の貸し渡しをする事業のみを行うものを除く、以下この条から第9条まで及び第25条の3において、同じは、不特定多数の荷主に関わる物品の運送に従事するものとして、国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、 内向運送約款を定め、その実施前に国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。国土交通大臣は全校の内向運送約款が荷主の正当な利益を害する恐れがあると認めるときは、当該内公開運業者に対し期限を定めて、 その内向運送約款を変更すべきことを命ずることができる。国土交通大臣が標準内向運送約款を定めて工事した場合、これを変更して工事した場合を含むにおいて内向会運業者が標準内向運送約款と同一の内向運送約款を定め、または 現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届け出をしたものとみなす。内航会運業者は、第一項の内航運送約款を営業所その他の事業所において、公衆に見やすいように掲示しなければならない。輸送の安全性の向上。 内航海運業者及び第3条第2項の届け出をした者、船舶の貸し渡しをする事業のみを行う者を除くは、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。安全管理規定等内航海運業者は安全管理規定を定め、国土交通省令で定めるところにより、 国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。安全管理規定は、輸送の安全を確保するために、内向未運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。輸送の安全を確保するための、 事業の運営の方針に関する事項。輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項。輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項。安全統括管理者、内航海運業者が全産業に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、 事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内公海運行に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者の,のうちから選任する者を言う、以下同じの選任に関する事項。運行管理者、内公海運行者が、第2号及び第3号に掲げる事項に関する業務のうち、 船舶の運航の管理に関わるものを行わせるため、内航未運行に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、選任するものを言う、以下同じの選任に関する事項。国土交通大臣は、安全管理規定が全校の規定に適合しないと認めるときは、当該内公開運行者に対し、 これを変更すべきことを命ずることができる。内公海運業者は、安全統括管理者及び運行管理者を選任しなければならない。内公海運業者は、安全統括管理者または運行管理者を選任し、または解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、地帯なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 内公海運行者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。国土交通大臣は、安全統括管理者または、運行管理者がその職務を怠った場合であつて、当該安全統括管理者または、 運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼす恐れがあると認めるときは内公海運行者に対し当該安全統括管理者または運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。承継内公海運行者がその事業を譲渡しまたは内公民運行者について相続 合併もしくは、分割があいときは、当該事業を譲り受けた者または、相続人、相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該内公開運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者、以下この項において同じ、合併後存続する法人、 内公民運業者である法人と内公開運業を経営しない法人の合併後存続する内公民運業者である法人を除く。以下この項において同じ、もしくは合併により設立された法人もしくは分割により当該事業を承継した法人は当該内公開運業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者または、相続人、 合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人もしくは分割により当該事業を承継した法人が第6条第1項各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。全項の規定により内公会運業者の地位を承継した者はその承継の日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第7条第4項の規定は、全項の規定による届出について順用する。名義利用の禁止。内公海運行者は、その名義を他人に内航未運行のため利用させてはならない。削除。船舶に関する表示。内公海運行者は、その所有する船舶で、当該事業のように供するものに、 その氏名、名称または、記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。事業の休止及び廃止の届出。内公開運業者または、第3条第2項の届出をした者は、事業を休止し、または廃止したときは、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 事業の停止及び登録の取り消しし国土交通大臣は内公開運業者が次の各号のいずれかに該当するときは3月以内において期間を定めて当該内公開運業の全部もしくは一部の停止を命じまたは当該内公開運業の登録を取り消すことができるこの法律の規定もしくは この法律の規定に基づく処分または登録もしくは変更登録に付した条件に違反したとき、第6条第1項第1号または第4号から第6号までの規定に該当することとなったとき、事業に監視不正な行為をしたとき、第6条第2項の規定は全項の場合について順用する。 登録の抹消。国土交通大臣は、内公海運行者から、第22条の規定による届け出があったとき、または、全条第1項の規定による登録の取り消しをしたときは、当該内公海運行者の登録を抹消しなければならない。輸送の安全の確保に関する命令等。国土交通大臣は、内公海運行者または、 第3条第2項の届け出をした者がその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内公開運業者または同項の届け出をした者に対し、期限を定めて輸送施設の改善、安全管理規定の遵守その他の輸送の安全を確保するため、必要な措置を取るべきことを命ずることができる。国土交通大臣は、 内航会運業の健全な発達を図るため、必要があると認めるときは、内航会運業者または第3条第2項の届け出をした者に対し、業務運営の改善、選出の改善その他当該事業の合理化に監視勧告することができる。国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表。国土交通大臣は、毎年度、 全条第一項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。内航海運行者による輸送の安全に関わる情報の公表。内航海運行者は国土交通省令で定めるところにより、 輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。自家用船舶内航海運行のように供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上または長さ30メートル以上のものを内航運送のように供しようとする車はあらかじめ 国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届け出をした事項を変更しようとするときも同様とする。全項の届け出をしたものは、当該届け出に関わる船舶を内航運送のように供しないこととなったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。登録等の条件。 登録または変更登録には条件を付し、及びこれを変更することができる。前項の条件は、登録または変更登録に関わる事項の確実な実施を図るため、必要な最小限度のものに限り、かつ、当該な内公開運業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。報告及び検査。 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航会運業者もしくは、第3条第2項の届出をした者に対して、その事業に監視国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、または、その職員に内航未運業者もしくは、同行の届出をした者の営業所もしくは、その事業のように供する船舶に立ち入り、 帳簿書全のの校の規定により立ち入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。第1校の規定による立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。安全管理規定に関わる報告の徴収または、 立ち入り検査の実施に関わる基本的な方針。国土交通大臣は、全条第1項の規定による報告の徴収または、立ち入り検査のうち安全管理規定、第9条第2項第1号事情において、順用する場合を含むに係る部分に限るに係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。国土交通大臣は、 全校の基本的な方針の策定をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。順用。この法律の規定は、もつぱら湖、沼のまたは河川において営む内航海運業に相当する事業に順用する。海上運送法の適用除外。内航海運業者及び第三条の届け出をした者は、 第19条の後、第1項、任の運送をする貨物定期航路事業に関わる部分を除く、及び第2項並びに及び、において、これらの規定を準用する場合を含むの規定による届出をしなくてもよい。職権の委任。この法律の規定により、国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長、 運輸管理部長を含む以下同じに行わせることができる。聴聞の特例。地方運輸局長は、その権限に属する内公海運行の事業の停止の命令をしようとするときは、の規定による意見陳述のための手続きの区分に関わらず、聴聞を行わなければならない。地方運輸局長の権限に、 属する内公開運業の事業の停止の命令または登録の取り消ししの処分に関わる聴聞の主催者はの規定により当該処分に関わる利害関係人が当該聴聞に関する手続きに参加することを求めたときはこれを許可しなければならない。全校の聴聞の主催者は聴聞の期日において必要があると認めるときは 参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。以上で今回のミーサチャンネルは終了です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。